クリス・マークエットはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1984年、フロリダ州、スチュアート生まれ。父親は原子力工学のエンジニア。子役としてキャリアをスタートさせ、1993年にコマーシャルへ出演してテレビデビューを飾る。1995年の11歳の時にテレビ番組、サタデー・ナイト・ライブへ出演。 同年ミラソルビーの主演のスイートナッシングで映画デビューも果たした。それ以降、コマーシャルやテレビドラマの脇役などでコンスタントに役者としてのキャリアを築き、2000年代に入るとオトボケ、スティーブンスイカや ER 緊急救命室など数多くの話題のドラマへも出演する。映画においてもエミール・ハーシュ主演のコメディガール・ネクスト・ドアでのハーシュの同級生役や、 ファンボーイズにおけるオタクな学生役などを演じて徐々に知名度も上昇。声優としてもハムナプトラのアニメ版へのレギュラー出演やディズニー製作の学園パトロールフィルムアへ出演するなど順調に出演作を増やしており幅広く役者としての地位を確立している。クリスマーケットバイオグラフィーありがとうございます。